氷に閉ざされた地図、謎に満ちた伝説のポケモン、ポケットモンスターブラック2ホワイト2、始まりの街ヒオギシティ。主人公はこの街から旅へと出ます。冒険で訪れる見たことのない場所。ここはブラックホワイトから2年の月日を経た一種地方。初めて出会うジムリーダーが主人公の挑戦を待ち構えています。2年前、ここにはいなかったポケモンたちとも出会えます。そして伝説のポケモンブラックキュレムとホワイトキュレムが登場。強力な技で主人公の前に立ちはだかります。2年後の一種地方を舞台に全く新しい冒険が始まる。任天堂 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2。6月23日に発売される任天堂 DS ソフトポケットモンスターブラック2ホワイト2は、前作ポケモンブラックホワイトから2年後の一種地方を舞台に全く新しいストーリーを楽しめるポケットモンスターシリーズ最新作です。見たこともないキャラクターたちや新たな施設も登場し、任天堂 DS 用のソフトですが、もちろん任天堂 3DS の DS 互換機能を用いても楽しむことができます。今日は任天堂 3DS でポケモンブラック2ホワイト2をさらに楽しむことのできる2本の任天堂 3DS 用ダウンロードソフトをご紹介します。一つ目はポケモンブラック2ホワイト2の発売と同日の6月23日の目の前の世界を背景に飛び回るポケモンを捕まえる体感型のシューティングゲームです。プレイヤーは任天堂 3DS 本体を動かして飛び回るポケモンに狙いを定めます。うまくビームを当てることができればポケモンを捕まえることができます。捕まえたポケモンはポケモンブラック2ホワイト2に連れて行くことができます。時にはとても珍しいポケモンを捕まえることもできるようです。ポケモン AR サーチャーは任天堂 e ショップにて300円でダウンロードできます。次にご紹介するのは7月14日にダウンロードが開始されるポケモン全国図鑑プロです。このゲームはポケモンの詳細なデータを見たり、迫力ある姿を楽しんだり、ポケモンと一緒に写真を撮影することができるポケモン立体図鑑 BW のパワーアップ版です。前作ポケモン立体図鑑 BW で見ることができたのは一部のポケモンの情報のみでしたが、ポケモン全国図鑑プロならば最初からシリーズ全てのポケモンの情報を見ることができるようになります。これ以外にも様々な新機能が用意されています。なお本作の配信に伴い前作ポケモン立体図鑑 BW のダウンロードは配信開始よりちょうど1年後となります6月17日をもって終了させていただきます。もちろんすでにダウンロードしていただいたポケモン立体図鑑 BW がお客様のお手元で消えることはありません。またいつの間に通信でお楽しみいただいていた図鑑のポケモンが徐々に追加されていくサービスについては2012年末まで継続いたします。ポケ
ケモン全国図鑑プロは任天堂 e ショップから1500円でダウンロードできます。ポケモン AR サーチャー、ポケモン全国図鑑プロを 3DS でダウンロードし、ポケモンブラック2、ホワイト2を 3DS で楽しむことで、より充実したポケモンライフを楽しんでいただくことができると思いますので、配信開始をお待ちください。